7月6日のリスクマネジメントの授業をやりたいと思います。今日は映像が3本ありますので、その1本目という位置づけになります。まず、今日の予定の1つ目、この映像では01番ということで連絡関係のお話をしていきます。前回の提出課題の公表を行った後、今回の範囲、それから今後の予定についてお話しします。期末レポートの予定についても今回告知、周知しますので、これ非常に大事な内容となります。それから今日やってほしいこと、この映像を含め3つ映像を見てほしいということプラス、第2部の最終になるので小テストもやってくださいなどなど、いろいろお願いをさせてもらいます。ちょっと盛りだくさんになってしまって申し訳ないですが、7月中にレポートをやっていただくためにちょっとこうギュッと集約した内容となっていますので、この1本目よろしくお願いします。でまず、前回どんなものを課題にしたかということですけれども、生活のさまざまな要素について脆弱性があるものがあればそれについて述べてくださいという話でした。ちょっと確認しておきます、お題ね。意外と難しかったのがここのようなんですね。例えば社会関係を選んだとする、社会関係の中の要素を一つ選んでくださいという部分、ね、これがちょっとこうどういうことやるなみたいになった人も多かったです。特に次の C、 脆弱な部分とちょっとごっちゃになった人が多いんですね。こことここ一応別物です。社会関係の維持が大事だとしたら、その中の一部、例えばお隣に住んでるこうご近所さんとの関係っていうのは一要素です。じゃあそこにはどんな脆弱性があるでしょうかというのが C の内容です。このように別のことなんですけれども、ちょっとこう整理しにくかった人も多かったみたいなので、今からその説明を詳しく見ていきます。それによってその脆弱な部分に一体どういったこうリスク事象が発生したら、有害事象が発生したら、どんな被害が生じるのかという話をしていきます。で今日の話はもうもろにですね、期末レポートで取り組んでもらいたい課題設定を意識した説明になってます。今から見ていく、こんな要因があってこんなリスクがあんねんっていう話は、じゃあどういう対応が必要やろうなっていう話につながっていく話なので、そこしっかり意識してやりましょう。では、今回出てきたいろいろな指摘のうち一部の面白そうなものをピックアップしてご紹介したいと思います。あとでね、一部だけですけれども、実際のレポートも見たいと思いますが、このように整理しておいた方が分かりやすいかなと思って整理をしました。社会関係の例と、家計の例と、健康の例から、少しずつ、拾ってきた記述です。まずですね、交友関係を取り上げた方、結構何人かいまして、非常にやっぱ面白かったです。やっぱりね、交友関係とか、皆さん自身が経験のある部分だと、やっぱりその説明も非常に分かりやすくて、かつ、リアルな内容になってたのかなというふうに思います。見てみましょう。交友関係にあたる、じゃあどんな脆弱性があるんでしょうか。意思疎通だけで成立するという部分だというふうに書いてくれてますね。意思疎通だけで成立。そうなんですよ。親子関係とか、例えば職場の関係、地域の関係と違って、友達ってやっぱり、もうそのコミュニケーションしかないんですよね、手段がね。なので、何かの拍子があったときに誤解が生じたりする。これが有害事象だとしましょう。それぞれ脆弱な部分、そして有害事象。もしかしたらその家族とか地域の関係だったら、このぐらいでは何ともならないかもしれませんが、友人関係だと、一卒だけで仲良くしたり、しなかったりということになっちゃうんで、誤解が生じた結果、友人関係が悪化したりするというふうに直結する場合が結構あると。そういう指摘をされてました。非常に分かりやすいですね。これが負の帰結ということです。ただここで脆弱性と、あとはその帰結ととかって区別できました。もう一つリスク要因という言葉も時々私使ってますね。これも触れておきます。脆弱性も有害事象もリスク要因です。リスクを生み出す要因です、それぞれね。で結果としてその交友関係っていうのはどんなリスクを持ってるのかというと、友人関係が悪化してしまうというリスクを持ってるんですね。
最初に述べた2つのような要因、他にもいろんな要因が考えられますけども、こういった要因によって悪化してしまうと、関係が悪化してしまうというリスクがあったりする、そういう特徴がありますよということです。はい、全然なんていうかこう内容的には難しくないと思います。ただこう脆弱性とか負の帰結とか言われると、あれはリスクって言葉が出てくるとちょっと難しいな、ややこしく感じるなっていうところだと思います。この辺をですね、うまく使いこなしてもらうのがこの授業の最大の目的ですので、ぜひ慣れていきましょう。他の例もいきたいと思います。次に親子関係が取り上げられていました。シングル子育て世帯にはその脆弱、それ自体が脆弱な部分となっていると。疲れが過度に蓄積したような場合、これは親にですね、例えば父親、あるいはシングルの母親、これは有害な事態だと思われると。なぜならば、脆弱性のところにこう有害な事態が発生すると、誰も助けてくれないので、子育てが嫌になったりするという負の帰結があったりしますよというようなレポートがありました。これも非常にそうですよね。他の普通の人でも疲れ溜まったらそれはしんどいんですよ。あれは後でも見るように、疲れが溜まるせいでですね、こう鬱を発生したりということがありますよ。でもこのシングルで子育てしてるってやると、やっぱりそこの部分が脆弱性になってるんで、影響をもろに受けちゃうというわけです。この例ね、私どっかで説明したいな、紹介したいなと思ったら、何人かの方が書いてくれたので、これはぜひ使わせてもらって、みんなの参考にさせてもらおうと思って取り上げた次第です。どうでしょう、皆さんもなるほどなと思えたんじゃないでしょうか。で次、家計の例を見てみましょう。収入について取り上げてくれた方多かったです。そのうち1人の人、フリーランスの職業の持ち主はこの部分自体が脆弱な部分だと書いてくれています。そして経済が悪化する、景気が悪くなるとか、でそういうことがあると、これ自体が有害事象になる。結果として収益が激減する。フリーランスって分かりますかね。会社で雇われてるんじゃなくって、自分が1人で、あるいは家族と商売を細々とやってるっていうような場合ですから、景気の変動の影響を受けやすいと一般に言われるわけですね。このコロナウイルスの影響でも結構言われていることです。ですから、収益が激減するというリスクを常に持っているというふうに言えるでしょう。次に、健康の例を挙げてくれた方も多かったです。この中にはいろんなことがありました。身体の健康もあれば、精神の健康もあった。精神状態について挙げてくれた人、これは非常に説得的でした。ストレスを抱えた状態の人っていると思いますと。例えば職場のストレスとか、パワハラとか、そんなもんでストレスを抱えたりする。これは脆弱性だとしましょう。そのストレスかかっているところに、めっちゃきつい仕事が降ってきて、残業残業残業になってしまって、疲労が溜まってしまった。これ非常に有害な事態ですね。ちなみにこういう事態っていう言葉をね、使い始めてるのも、ハザードと言えないからという理由が一つあります。ちょっとね、ハザードって言葉、どうしてもこう災害とか大きな出来事がポーンと起こった時に、そのこんな出来事起こったでっていう時に使う言葉なんで、まあ有害事象とよく訳されますけどもね、ハザードとか有害事象はちょっと使いにくいなということで、有害事態という言葉を使ってます。いずれにしてもストレス抱えた脆弱な状態で、仕事の残響による疲れが蓄積するという有害な事態が生じるとどうなるか。うつが発生したりする。これは一定以上、疲労が溜まっていると、あるいは残業が続いていると、実際因果関係があるとよく言われているところです。ですから、うつ発生リスクを抱えているということですね。いいでしょうか。このようにどんな例を挙げても、面白いことにリスク要因として脆弱性や有害事象、有害事態を指摘することができますし、そしてそれによってこんなことが起こる可能性あんねんというリスクを指摘することができるわけです。このように、もう面白いぐらい、非常に悲しい出来事ばっかりですけれども、しかしそれにしたって、面白いように、いろんなところにリスク要因とリスク事象が、あるいはそのリスク自体が指摘できると思います。いいでしょうか。こういう目線を身につけてもらうことが、この授業の一つの目標なので、今回やってもらったレポートでかなり、その目的は達成されつつあるのかなというふうに思います。ではもう少しこの今説明した点について補足しておきますと、こちら。だんだんですね、こう事態がややこしくなってきて、複雑になってきているので、ちょっとですね、さっき私が説明したようにうまく整理できている人ばっかりじゃなくなってきてます。半分ぐらいの人がちょっとこう因果関係がごちゃごちゃしている。なので整理しておきます。
まずさっきも言ったように有害事象とか有害事態というのはリスク事象、リスク事態なわけです。これは写真を移動させまして、リスク事象もそして暴露が生じているとか脆弱性があったということ自体も含めてリスク要因と言えるわけです。そしてこれが現実のものになると家計の一部が停止したりする。この家計の一部、例えば収入という部分はやっぱりリスクを抱えている要素なんですね。そしてこの部分が被害を受けるというわけです。いいでしょうか。先ほどと同じことを繰り返しているような感じですけれども、リスク要因と実際にリスクを抱えている要素というのは別物です。いいでしょうかね。一応このように考えたら一定の要因によって一定の帰結が生じるというふうに区別できるわけです。なので皆さんにぜひ知っておいてほしいこと、要因と結果を区別しましょうということです。ここの区別ができるとすごい読みやすくなりますよという記述が多かったですから区別しておきましょう。さらにです、さらに、今日以降ですね大事になってくるのが、この1要素のバランスが崩れることが実は生活全体の苦境にもつながるということです。ここもしっかり区別するようにしましょう。実はここにおいてはやっぱり家計の一部が家計の一部が停止というのが要因で、生活全体が苦境に追いやられるということが帰結なんです。ということは分かるでしょうか。要因帰結、そして要因帰結です。このように1回目の授業で紹介したリスク連鎖という事態が非常に大事になってきます。いいでしょうか。なのでこれまで学んできた内容が本当にこういろんな形でこうギュッと詰まってくるような感じですので、整理して記述できるように注意深くやってほしいと思います、はい、では次に行きましょう。さらに復習兼ねて整理しておきます。これは、はい、これも第2回目の授業でやったことでしたね。なんで今リスク要因とリスク、が現実のものになった結果と区別しましょうと言ったかというと、今ここに書いたこれがあるからです。バルネラビリティまでは要因の部類に入ります。でこれらが組み合わさると結果としてダメージ、被害が生じるということでしたね、はい、復習がてら確認しておいてください。そしてもう一点、ここで紹介するのはここまでですね、では具体的な記述を少し見てみましょう。と思います。まずですね、先ほども少し出てきたシングルの、家庭の子育てについて書かれたものです。先ほど述べたようにきれいに整理できるかというと、ちょっと整理できているかというとちょっと混乱があります。一人で育てるため誰にも相談ができず、ストレスや不安が生まれるという脆弱性があるというふうに書いています。脆弱のポイント一番どこやと言ったら、ここっと書いてくれると分かりやすかったですね。相談できる相手が少ない、この部分が脆弱だ。これは分かりやすい説明ですね。そうするとです、ここ家族との疎遠という有害事象、これはちょっと変なんですね。その脆弱性の部分とかなり重なってます。だって家族と疎遠ということは家族に相談しづらいということですね。はい、なので、ちょっと C と D が被っちゃってるなという感じがします。で、その帰結はどうですか？帰結もちょっとごちゃっとします。この部分だけ指摘するのが良かったかなというふうに思います。悩みや不安がたまる。要するに精神的な安定が損ねられる。崩れてしまうということですね。こういうことは起こるんじゃないでしょうか。例えばその、有害事態として疲れが溜まった時とかに、もうあかん、しんどいとか、いやもうどうしたらいいか分からへんとかいうふうになってしまったりするんじゃないかということですね。これは非常に分かりやすい。ただこの先はちょっと書きすぎです。結果虐待という被害が生じる。ここまで行く場合もあるかもしれませんけども、ちょっと飛躍がありますから、いや、もう悩みや不安が溜まってしまう、で子育て自体が嫌になるぐらいで止めといた方が説得的です。これ以上進めると、虐待が生じるとかなると、ちょっと飛躍が見られる。
虐待まで生じるためにはもっといろんな要因をね、考慮に入れなければいけないので、ちょっと先過ぎたかなという感じです。じゃあ対策として何が必要か、ここはバシッと書いてくれてますね。おそらく、保育の勉強されている方が書いてくれたんだと思います。保護者の悩みを聞き、子育てに自信が持てるようにするなどの対策が必要だとかですね、必要であれば専門の機関を紹介する、その通りですね。でこれ非常に面白いのは、まさにそうしたところに自分では解決できない問題がある、だから周りが助けるべきだということになる。で助けるべき機関とかチャンスがなければ政策的に作っていかなきゃいけないというふうに、リスクマネジメントのための政策が必要だという話につながっていく流れですので、やっぱりしっかりね、保育のことを勉強されている方はそこまで意識して書けてるんじゃないかなというふうに思えた記述回答でした。ぜひ頑張ってほしいなというところです。他にもいくつか見ておきましょう。パパッと見る感じになりますが、例えばこの方、健康に関して挙げてくれています。私の中では先ほど挙げていませんでしたが、食生活の乱れ、過度な飲食、バランスの悪い食事、ドキドキドキって感じですけども、私なんかは、脆弱性がある、ここが先ほど脆弱な部分になるだろうと思います。さて、これがどういった時に問題になるのかということですけれども、これね、こういった食生活を送っているとという書き方なんで、かぶっちゃってるわけですね、うん。だから例えば、もう本当に栄養が行き届かなくなるなどの事態とか、病気やストレスを持っちゃった時にどうなるか、こういうふうに考えてくれたらね、整理されてよかったと思いますよ。すると、このただでさえ食生活乱れてます、そこへ来て病気やストレスを持ってしまった、これがぶつかってしまった時にガタッと体調を崩す。例えば生活習慣病やをはじめとした、疾患を患ったってことがあり得るというわけです。私が今説明してくれたように、ワン、ツー、スリーで脆弱性、有害事象、そして結果としての被害と書いてくれれば分かりやすかったんです。ちょっと途中にこう、行ったり来たりとか脱線があるんです。分かりにくい文章があったという例と言えるでしょう。ただ内容は非常にはっきりしますんでね、この方も、お考えになったことをもっと整理できるようにしていくと、もっと自分の考えたリスク認識をしっかりと人に伝えられるようになるだろうと思います。対応としては、食生活や栄養バランスの見直しということや、あとは投薬治療が必要となる、その通りですね、はい。こういった回答ですね、非常に、なんていうか可能性がある回答でした。はい、あとですね、もうちょっと面白かったものがいくつかありますので、パッパッと見ていきます。例えば老老介護をやってると、兄弟間で介護の押し付けや金銭負担相続問題などが生じる。お詳しいですね、経験あるでしょうか。多分そういう勉強とか、ニュースでの、情報入力とかをしてるんだと思います。はい、こういったことも指摘されてます。ちょっと軽く言いかしてもらいますね。それからあとは、今日やっていくような人材リスクについても触れてくれたものがありました。例えば、この資産、どっちかが言えば、自然災害起きたときに、影響を受けると。脆弱性があると書いてくれてますが、例えばその川のそばに立っているとですね、あれ耐震確保ができてないとかいうことを書いてくれたらよかったかと思います。そして何かが生じたとき、そこにさらされてしまったときに大変な被害が生じる。などですね。災害の影響については今日もやっていくところです。あと感染症、パンデミックが発生すると、その収入の部分に影響があると。ただ収入に何で影響があるのかということで、脆弱性を上げてもらうとより説得的でした。先ほど私が、スライドの中で紹介したように、フリーランスの職業なので不安定だというところとかを脆弱性としてここに上げておいてもらったら、じゃあパンデミックが生じて景気の悪化が生じたときに、その影響をもろに食らってしまいますよという説明につなげられたはずですね。はい、ちなみにこの方、その直前に不調と書かれているので、
そうですね、ちょっと脆弱性の部分と有害事象の部分が、ごっちゃに、反対になっているかなという感じを受けます。まあ、ぜひ、また考え直してみてもらえたらと思います。あと、個人事業主関係の話で、面白かったのがこちらですね。タピオカ店の専門店で、あとは個人事業で、これは個人事業に限らないかな、でもちょっと個人事業のイメージを持ってるんだと思います。結構ね、タピオカ店、本当に最近流行ってるんで、個人でもよっしゃ、タピオカ店出しちゃえみたいな風な事業者さんが結構あるというふうに私も聞きます。それが健康に作用する点、左右される点で非常に、危ないということです。健康が廃れたら、もうお客さんがガタガタと減って収益減につながりますよということですね。なので、ということで書かれている対策、素晴らしい。ラインナップを増やすことですね。新商品開発ですね。もうその通りかと思います。ただ、そんなに開発するなんて、販売店の立場では簡単ではないので、小売店の生き残りということでは、仕入れの商品を多角化するとか、あるいはあんまり手を広げると大変なので、流行りたりに影響を受けにくいラインナップも混ぜておくとか、まあ、そういったこれこそまさに、リスク回避もしくはリスク、保有のやり方ですけれどもやっていくことが大事かなというふうに思っています、はい。まあ、ぜひこの方も例えば期末レポートとかでねこの話題をこう、まあ、ちょっと違った観点からでもいいのでこう膨らませてもらったりすると非常にいい内容ができてくるんじゃないかなというふうに思いますので頑張ってほしいところです、はい。では、今挙げた6つぐらいだけご紹介させてもらうということで、終わりにしたいと思います。ここまでが課題の講義でした。では今後の内容です。ここからめちゃめちゃ大事な内容になってきます。はい、まずですね、まず今日どこまでいくかということを前回決定しなかったんですが、はい、こんな風にしたいと思います。今日で第2部終わりにしたいと思います。前々回やった社会システムのリスク、そして前回やった生活システムのリスクの両方が人大リスクによって影響を受けるという話をしていきます。そして第3部これで全部終わったということで、皆さんには今回の出してもらう課題というのはなくってテストをやってもらうということで、明日火曜日の8時59分までにテストをやってもらいたいと思います。あとクエスチョネアということでレポートの作業に向けたアンケートを取りたいと思いますので、こちらもご協力いただけたらと思っております。そしてこれでまあ勉強コーナーはもう終わりですので、皆さんそれぞれでリサーチを始めていってほしいという流れです。そのリサーチに関しては来週から1ヶ月かけて、来週というか今日からになりますかね、1ヶ月かけてやっていってもらうという流れです。後ほども説明します。3段階に分けてメモ第1項、第2項を準備していってもらう、ちょっとずつちょっとずつ書き進めていくことで、まあ、負担なく無理なく、完成させてもらおうという狙いです。後ほど別の映像でも説明しますので、今はこのぐらいにしておきましょう。で、1つ、8月10日に最終項の解説とか言ってたんですが、ちょっと事務室と相談しまして、やっぱり、今学期は8月8日までに全部の授業終わってくれという方針になっているので、私その点はあまり分かってなかったんですけども、まあ、私の授業はちゃんとそれに従った方が良さそうなので、8月3日を最終の講義日にしたいと思います。そしてその週いっぱいで、まあ、最終の原稿を手直ししてしっかり作り込んだものを出してもらって終了という流れにしたいと思います。期末テストをやるという可能性も以前は触れましたけれども、もうそれはなしにしたいと思います。もうレポートでほぼ、成績を見る、また半分ですね、レポートの最終項で見るというレポート重視の授業としたいと思いますので、皆さん頭に置いてしっかり頑張りましょう。じゃあ、今日の内容についてもう少し。なんで映像3本もあるんですかということです。レポートの予告も今回やらないと、最終締め切りの1ヶ月前というふうにならないので、映像3でレポート説明を加えているというのが今日の大きな特徴です。それだけでいいやんと思うかもしれませんけども、今回の学習内容ということでずっと言ってきた人体リスク、災害とか感染症とか、例えば紛争とか、公害とか、
大規模火災とかそういったものについて、まあ、しっかり見ていきましょうという回が残ってますので、これやらないわけにいかないというわけで、まあ、2本目の映像も3本目の映像もあります。それから、提出してもらうものというのがレポートという形ではありません。今回は、回答してもらうという形なので、まずは小テスト第2回目ということで、これまで学んだ3回分の内容を復習した上で、マナワ上の小テストに回答してほしいと思います。そしてです、これは、ね、プラスアルファで申し訳ないんですが、さっきも言ったようにアンケートですね、レポート課題の進め方、特にこの私の授業運営に関してですね、ちょっといくつか確認してほしい、意見出してほしいところがありますので、Google フォームズへのリンクを貼りますので、まあ、ここにも貼ってますけども、マナバにも載せますので、そちらに飛んでもらって、アンケートに答えていただきたいという内容です。現時点での皆さんの意向とか希望とか興味とか関心とか、状況とか予想とかを書いてもらえればいいので、気軽に受けてください、アンケート。はい、といったのが今日のお願いです。それから来週のことも一応言っておきます。皆さん、来週まで課題が分かんないんだと、なんか準備できひんやんと思うと思いますのでね。来週以降の課題。まず、一番頭に置いておいてほしいのはこちらです。来週の月曜日にこの授業の次の回やりますけども、それが7月13日。で、その週の金曜日に最初にメモを出してもらいます。で、本当に簡単でいいです。様式については、ダウンロードしてもらったものに、書き込むだけです。箇条書きでこんなんやろうかなとかいうのをこうアイデア程度でパッ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 と出してもらうだけです。ただ、全く準備してなかったら全然できないと思いますから、今日の3本目の映像を見て、そうやな、私はじゃあどこがいいかな、神戸市の例えば保育の政策についてやろうかなとかですね、まあ、基本的にはこんな、時期ですから、時期というのはその、まあ、感染症があるような時期ですから、インターネット検索とか、あとは、図書室の本、書籍の検索とかでいろいろ情報を調べてもらって、皆さんなりにこういうテーマで書きたいと思うんやなというふうにこう構想を出るようにしてください。執筆構想です。これ来週の金曜日提出なので、まあ、思いついた時間に1、2時間とか2、3時間、ググって考えておくぐらいでも大丈夫だと思います。で、早め早めにやりたい人は早めにやってもらったらいいかと思います。これを来週提出なので頭に置いておいてください。そしてです。その後、まあ、月曜日の授業でこの補足説明とか追加のお願いをして、金曜日までにまた出してもらう。特にこう研究の結果ってやつを出してもらう。まあ、これって要するに、ね、そのこんな施策がありますよということを書いてもらうような内容です。書き方はまた言いますので、それを聞いてやってもらったら大丈夫です。それで第1項です。7月31日までに第2項を、7月8日に最終項という流れです。この最終項が期末レポート点の対象になるので、この後はちょっと置いてください。はい、これはまあ大きな流れでございます。注意点、まずこちら、今言ってきたのを聞いて、ちょっと大変そうやなとか、なんでこんな出さなあかんねんというふうに思った方も多いと思います。確かに、その毎週毎週というのがかなりしんどい部分はあると思います。しかし、その、メリットもメリットであるので、知っておいてほしいと思います。これは少しずつ進める形式なんですね。このメリットはもう明らかです。みんな絶対に最低限以上の水準に到達できるんです。なので、まあ、負担なく最低水準を満たせるというところです。負担なくというのはどういうことか。かけたところまででいいんですよ。だって1周目はとりあえずアイデア出せばいいんでしょ。で、2周目はここだけ書いてやって、とりあえずやって出してみる。で、また授業の中で、いやこういうふうにやってほしいねとか、まあ、これはいい感じやな、この調子でいこうとか言ってもらえますんで、あ、ほなそれでええんやと思って、こう、なんていうか、こう。なんかこう進行度合いにこう納得しながら安心しながら進められるわけですね。いいでしょうか。これがその負担がないと私が言う理由です。で、そしてしかも、まあ、このオンラインの形式だというのも活かされる点です。上のレポートを画面上で紹介します。名前とか番号は絶対出しません。こんな風な記述がありますよというふうに紹介します。なので、ああ、なるほど、そういう書き方もあるのかとか気づいてもらえる、そういうメリットがあります。そして、こういうふうにやってくださいねというふうに、その都度、修正のお願いとか、
次はこういう内容ですよという次のステップとか説明しますので、一つ一つこうクリアしてから次というふうにいけると思います。そして、まあ、続きの部分を提出するという流れです。これをまあ3巡、4巡やるということですかね、まあ、3巡か、はい、だから最初の1週目が一番しんどいかもしれません。慣れてくると、ちょっと毎週の作業としてはしんどいけども、まあ、とりあえずこんだけやっとけば、まあ、先生文句言わへんやろという感じがつかめてきますんで、慣れてくると楽ができるはずです。そして最終稿ができてみると、めっちゃええレポート書けてるやん、俺、というふうに、まあ、なんていうか、自分で納得してもらえるものになるはずですので、ぜひ一緒に頑張っていきましょう。さて、この最終稿に関してです。結局、評価の基準なんなんということなんですけども、めっちゃシンプルです。毎回ちゃんと新たな内容を出してくれたらちゃんと頑張ってますというふうに評価させてもらいます。裏を返すと前回出したのと同じもん出した人はもうその時点でそのダメです。なんかその時点ダメというのはその回の平常点はつかなくなります。いいでしょうかね。毎週毎週出すんですけれども、同じ内容でえいってやったら、まあ、それもバレますので、絶対にプラスアルファを作って出すというところだけは守ってほしいと思います。そうじゃないとちょっと不公平になりますからね。そしてです。ちゃんと授業の内容を踏まえて、脆弱性という言葉の意味とか踏まえて、あとレポートの課題はこれですよというお題、今日の3本目の映像で言いますから、そのお題をちゃんと踏まえておくようにだけお願いします。これができてれば、結構いいレポートできますから、皆さん。すると、まずこれは間違いなく言います。確実に単位を得られます。毎回これ出してて、最終項も言われた通り出して単位落とす人なんかいませんから。そこは、なんとか安心して、頑張ろうと望んでおく。と思います。あとちなみに成績のこと、これはもう絶対という約束はできないんですが、基本的に私はこういうレポート重視の授業をする場合、今言ったようにこう最低限の水準をちゃんとクリアしてもらいますので、全部の課題出してて、かつこれいいですねっていうふうにこうこの映像の説明の中で言われるような記述をできている人は90点台です。で、ちょっとなんか1回か2回ぐらいこう課題提出忘れとってんとかですね、いやーこれ何回も言われてるのに全然直してへんやんとかいうのが一つ二つあった場合は10点台とか、そういうのがちょっと目立った場合は70点台という感じです。ほんまにどうしようもない結果しか出してきてくれへんなっていう人の場合に60点以上にするか未満にするか、つまり単位を取ってもらえるか取ってもらえないかで悩むという感じです。なので、まあ、大体平均点が80点ぐらいになりますので何とか成績が取りやすいのでぜひ一緒に頑張っていただけたらと思います。はい、来週以降の課題の説明は以上です。ここまで、1本目の映像の内容終了です。まあ、なかなか盛りだくさんでしたけれども、はい、こんなところです。あとごめんなさい、もう一個だけ、来週じゃあどんなことをその絶対書かなあかんのかということをスライドを作っています。来週またお話ししますけれども、先ほどから言っているように、そのどこの市町村の施策書くんですかと、誰の主体ですか、どんなリスク事象ですか、どこから情報源を得たんですかなどなど、やっぱ最低限その事実に基づくレポートを書くときに必要な、しかも今回のお題に対して必要な情報は来週の箇条書きの中に載せてほしいと思いますので、この辺ちょっと参考に調べ物を進めてもらえたらと思います。はい、ではこれで今ご紹介したかった1本目の映像の内容、こういった内容ですね、これは以上となります。では2本目の映像に皆さん進んでください。